ビビの羽が抜けました。初めてですね、目視できる範疇では。これどういうことかっていうと、ビビは今までのこう環境の中で羽がですね、こう半分ぐらいから上、もうほぼ前段している状態なんです。で、これは今までの環境に依存することなので、次の環が入ればピカピカにできるんですけれども、それがいつ来るかっていうのは全く見えない状態だったんですけれども、このように切りが取れてくるっていうことは、中から軸、右軸が出てきて、押し出されて、こういう古い汚い羽が抜けていってるっていう状態になります。ですので非常に良い傾向ですね。すごい、綺麗になりました。そう、この状態見ての通り、もう浮力が稼げないんですよね、これだと。なので、今はビビは飛べなくて当たり前の状態なんです。で、右軸、この沈着、分かりますね。そうなんです。ですので、よかったね、来るかな、これから。そう、カウンっていうのはフクロウの健康をこう、観察する上で非常に大切なことですね。だいたい1年に2回ぐらいあるんですけれども、だいたい季節の変わり目が多いですよね。夏前、冬前、ちょうど今ぐらいになります。でも個体差もすごい激しくて、年中カウンしてることか、1年全然カウン入んないことか。やっぱりカウン入る入んないっていうのは食性、食欲の上下にも伴うので、バイオリズムが変化するので、非常に大切な観察の、カテゴリーになります。すごいね。何ですので、次のステップはこう軸が出てきて羊が来た。次のステップは、この軸が出てきて、これが後ろにするのに羽繕いが必要になるんですよね。なんか羊さんがいますね。この羽繕いっていうのをね、まだしないんですよね。で、なんでかっていうと、まあ、今までこう、人で言うと引きこもりみたいな状況だったわけです。こうパタッと心を閉じてしまって、体もこう満足に動かせないような、精神状態だったので、なんか来た、やめなさい。なので、こう羽繕いをするって動作のルーティンがないんですよね。これは君のじゃないです。なので、次のステップは間違いなく羽繕いになりますね。羽繕いができれば、お家に帰った後も、ちゃんと自分で、君のじゃありませんよ、ちゃんとお家に帰った後も自分で自分のことをきれいにできるようになるので、リミットはあと1ヶ月ぐらいかな。やめなちゃい、やめなしゃい、ちゃい。そう、なので今のところビビのステイは、年末ぐらいまであと1ヶ月ぐらいなので、それまでに羽繕いができるといいね。そしたらきれいになれるよ。よかったね、君、やめなしゃい、やめなしゃい。これからどんどん風切りが抜けてくるのを楽しみにして、ビビの羽繕いを期待しましょう。そう、だからね、心が、閉じてしまっていたわけですよね。で、人の引きこもりも同じようなことが言えるかもしれないんですけれども、やっぱり外に出てこう、体を動かして心も開いていくみたいな状況で、愛好家様とかに本当にみんなビビのことを大切にしていただいて、腕に乗せていただいて、人は怖くないんだよっていうのを十分認識できてきていると思います。最初近づけなかったですからね、ビビは 1.5 メートルぐらいもう転げ回っちゃって。なので、足の病気も今は治癒段階でも9割ぐらいかな、大丈夫ですね。で、羽の質もどんどん変わってきてます。前頭部が薄いのは、これは以前の環境なので、これも時間の問題ですね。で、軸が来たと、次はそれ頑張りましょう。お芋くんも手伝ってあげてね。君はこれはおもちゃじゃないんですよ。お願いいたします。またねー。